明治時代の国葬スロベニアの首都リブラナの国葬ポーランド、グルジョンツの大国葬ポーランド、ビドゴシチの国葬ポーランド、グダンスクの国葬島国葬とは穀物を備蓄する倉庫。古代から国葬は食料の倉庫として利用され、紀元前9500年代にヨルダン川流域に国葬が存在したことが分かっている。最初は建物の間にあったが、 紀元前9500年頃に家の中に移され、紀元前7500年までには専用の部屋が作られるようになった。最初の国葬は、外側3メートル X3 メートルで、昆虫や小型哺乳類から守り、空気の換気を良くするため高床式倉庫になっていた。中世から近世にかけてのヨーロッパ最大の穀物生産国であったポーランドでは大規模な、 国葬が発展し、各地に独特の様式の大国葬が建築された。日本の律令制においては、中央の官和や地方の国が軍和に設置された。和道7年には、国葬の規格を2000.3、0.4、000、国の3等級にと定めたが、実際には1000国や7000国の国葬も設置された。国葬の底には、英党が、 厚さ五寸で敷き詰められ、その上に稲穀をばら積みして置く異国という方式が取られ、入り口には祭という空間を設置した。祭は穀物の流出を防ぐとともに異国の継続や搬入積み出しにも利用された。天平法寺三年に党の制度を真似て平城京に常平羅層が設置され、その後損拝を繰り返しながら平安時代初期には 平安系の国葬院へと発展した。ありがとうございます。